それではいよいよ第4セクションに、もう突入ですね、いつも同様ですね、簡単に足型のプリントを写しておきますので、欲しい人は、メールとかで、請求してくださればお送りします。今回のシグネチャーステップはティクタク、ブギーバック、それから、ティクタク、これは時計の鳴る、音のことですね。柱時計などがティックタック、ティックタック、ボンボンですね。綴りは TICK、TACK と思いがちですが、TOCK で全然大丈夫ですから、ティックタック、またはティックトックとも言いますね。ちょっと文字がちっちゃいかもしれませんが、ずっと下行きますね。ブギーバックを2回して、チェックタック。トーヒールピボットとか、トーヒールスイブルの一種ですね。で、右へ行ったり、左へ行ったり、右へ行ったりですね。そして同じくストロールアラウンド、ジャズピボットターンですね。いつもと全く同じ、ストロールアラウンドですね。ぶらつき歩きをして、また同じブギーバック、ブギーバック、キックボールチェンジですのバックですね。シグネチャーステップを繰り返して、全く同じ、今度はブレイクですね。ブレイクは壊れるという意味ではなくて、切り替えという意味ですね。ブレイク、コーヒーブレイクとかティーブレイクはお休み、休憩という意味ですね。コーヒーが壊れては飲めませんもんね。で、ここには書いてありませんが、これが今第4セクションですね。そして実際は、さらにこの第1から第4をもう1回繰り返すわけですから、言ってみれば同じものがですね、8回ですから、第8セクションまでと言いますかね、6小節かける8で48小節あるわけですね。で、最後の方はここには書いてありませんが、以前解説した時に少し述べましたが、エンディングがありまして、これは、ジャズピボットターンですね。このストロールアラウンド、ぶらつき歩きを1回して、左回転ポーズというふうになっております。では次にですね、ティックタックを説明申し上げます。第4セクションの、ティックタックですね、ティックではなくてティックハイフンタックですね、数字9の時と同様足形図で説明してまいります。最初こういうふうにですね、もう数字9でだいぶ、肩やボール、肩やヒールに回転の中心を置いて、スイブルというか旋回、回転させるということを練習しましたので、非常に分かりやすいかと思います。左足右足でハの字にですね、八の字型に、カタカナのハという字の形にまず置きます。膝を締めておきますね。そこから始めますね。そして、まず一歩目、これは実際のカウントは、ここが3で準備になるので、4から456といくわけですけども、4は左と右ヒールを固定中心で、両靴とも90度ほど旋回回転ですね。左靴は左に、回転ですね。こういう風にですから、これ左回りですね。右靴は右回転をする。結構大変ですよ、神経が、衰弱します。コンピューターの前でやってみてください。重要なところはですね、片方がトウ、片方がヒールに中心になっているということですね。両方ともがトウとかだったら簡単なわけですね。もうあとはほとんど説明するまでもありません。そうしましたら、今度は中心をパッと変えて、反対側を浮かす感じで、左ヒール右トウ中心で同様に靴を回転させる。以下同様ですね。3番目はまた、さっきの1番目と一緒のことをすればいいですね。で、4番目は、これと一緒ですね。何回も繰り返せば、2回すれば同じになりますから、もう何歩でも偶数歩やれば全く同じ感じになりますね。で、右方に移動しますし、今度ね、こちらの方に、すれば左の方にも移動できます。では、映像で実際に見てみましょう。はい、それでは、映像でご説明申し上げます。こういう風にですね、ハの字にして膝を締めて準備します。前回の数字9で練習してやるので非常に楽ですね。
コンピューターの前でしてみましょう。例えばですね、こういうふうにするのは簡単ですね。ヒール同士、つま先同士が回転の中心になれば、それは比較的簡単ですけども、実際はこういうふうに構えた後、パッ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 とかですね、パッ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 とこういうふうにですね、するのでちょっとパズル的要素があって大変でございます。ではやってみましょう。ここからですね、こういう形を作りましたら次のカウントでですね、右靴はヒールを中心、ところが左靴は塔を中心にして、ちょっと分解していきますね。右はこう回転、左足はこういうふうに回転しますね。右足は上向きのワイパー、左足は下向きのワイパーですね。いきます。同時にするとよいしょですね。今度は今こういう右ヒール左塔が中心でしたけども、今度はこれを逆にして素早く右塔を中心、左ヒールを中心にしてこうこうという動作を一気にボンとします。以下同様ですね。また中心を変えてボン、そしてボン、もう一回しましょう。ボンボン、そうすると左に行きますね。で今度はこういうふうにハの字に置いてですね、今度は、左の方に移動してみますね。そうすると今こうなってますので、ボンですねと右のヒールを中心、左の塔を中心にしてよいしょ、ボンボンボンですね。もう一回ここを解説して終わりますね。じゃあハの字から右足ヒール、左足は塔を中心にして旋回させますね。今度は右の塔を中心、左のヒールを中心に回します。いきますよ、よいしょですね。次も同じくよいしょよいしょ、ね、左へ行くときは、左のヒール、右の塔を中心にしておいて、コツとしては反対側、中心でない方を上げるようにすればね、こういうふうに上げるようにすれば残りますからね、中心の方が、ね。それから簡単に補足しておきますとですね、このウィキザニからも紹介しておりますウィキペディアにですね、一応足型も細かく載ってるんですけれどもね、例えばこの第4番目のグループというのはブギーバック、ね、それからティックトック、そしてまたブギーバック、ティックトック、ブギーバック、ティックトック、そしてストロールアラウンド、ブギーバック、そしてティックタック、そしてブレイクステップと、まあ、こういう風になっているわけですけれども、そこにですね、こういう風にちょっと書いてあるんですね。このティックトックに関して、When doing the tick tock, you can tilt your head。これはですね、ティックタックをするとき、あなたは You can tilt your head。あなたの頭をですね、ティルト、ティルトっていうのは傾けるということですね。As a pendulum、 ペンデュラムというのは振り子ということですね。あの時計の振り子ですね。振り子のように傾けることができる、まあ、振り子といっても首の方が支点なので、正確に言うと、メトロノームのような逆振り子ですね。Starting in the direction you are moving、 スタートの時にですね、あなたが動く方向に頭を傾けるということですから、右の方に行くときは右から首の体操みたいなもんですけどね、後で解説の中でもやっております。それからですね、まあ、これは多少、僕も不慣れですけれどもね、こういう動作は全て8から始まるわけですけれども、音楽に合わせる際にですよ、です もちろん、多くの先生がそういうふうに解説してますし、文献もありますので、もちろん8から始めていいわけですけれども、ただ全く知らない人が見たときにですね、その動画のレスポンスにですね、音楽よりも動作が速くなっているというようなレスポンスがあったのを見ました。私もそういうふうに思う時がありますが、どうして1で始めるのではなく8で始めるのか、そこら辺をですね、またいろいろ教えていただきとう存じます。では頑張って第4セクションをしてみましょう。こんにちは、ダンサー内藤でございます。では最終のですね、ラストセクションでありますところの第4セクション、
ブギバックというのと、ブギウギのブギですね、ブギバックというのと、ティクタックですね、ティクタックというのは、大きい柱時計がですね、チクタクチクタクボーンボーンと音を出すという時の、ティクタックですね、こういう、まあ、これも数字9に似たアクションですけども、これを押してみたいと思います。ではいつものようにまずこちら向きでやってみますね。シムシャムのブレイクで8 1 2 3 4 5 5 6 7来ておりますね。ちょっとカメラの関係上ここら辺に来ましょう。7来ております。そしたら、まあ、簡単に言うとキックボールチェンジで下がりますね。キックして後ろにステップしてほぼ揃える。もう一回します。キックして後ろほぼ揃える。まあ、こういうふうにですね、少しキックして盛り上がって下がるのを、ブギーバックと言いますね。まあ、ブギウギ方式の交代と言いましょうかね。できればこの時に少しショーティージョージのアクションを付け加えると完璧なんですけども、キックバック、そしてショーティージョージね。キックバック、ショーティージョージになるんですが、最後の時に、ポンとこういうふうにですね、ちょうど数字9で練習した時に、足をハの字に置きますね。もっぺんしますね。ここでシムシャムで7、ここですね。もうちょっとここですね。7 8 and 1 2 and 3というふうに膝を内側に締めてハの字ですね。そして、これ8 and 1 2 and 3ですね。そして先ほど詳しく説明したように4 5 6 7というふうにですね、ちょっと大変ですけれども3でこうなっているので、まず右足のヒール、左足のボールを中心に開く、次変えて閉じる、開く、閉じる、そしたらこれを左右反対にするので8 and 1 2 and 3でまたこういうふうに内股的に構えますね。今度は左の方に行きますから、左のヒール、右の塔を中心にして回転しますね。4ですね。3で構えてますから4、ちょっと前に行きますね。4、そしたら右の今度はヒール、左の塔を回転の中心にして5、今度はまた変えて右の塔、左のヒールを中心にして6、以下同様に7ですね。4回チックタックチックタックとやるわけですけども、もっと続ければチックタックチックタックチックタックと来るわけですね。そして、最初にも少し言いましたけれども、ティックタックのアクションの時にですね、このウィキペディアの文献にですね、書いてあると言いましたね。頭もね、こういうふうに振るというですね、腕も、腕がですね、まあ、こういうふうにして開く、閉じる、開く、閉じるに合わせて、足を閉じたときに、カメラに向かってしますね。足を閉じたときに閉じる、開く、閉じる、開く、閉じる。こんなふうにですね、行く方向に、最初頭を倒します。倒す。相当至難の技ですね。3つのことをするのでね、音楽に合わせると非常に大変でございます。で、今こういうふうに2回目しましたね。そしたら、こういうふうに、ブーギーバック、ブーギーバック、そして、3ですね。で、そして4 5 6 7と来ましたら、またこっちの足からブーギーバック、ブーギーバック、そして4 5 7、こう来ましたね。4 5 6 7ですね。そしたらこの時はここの左足に体重を置いて、いつも通りストローダー1 2 3 4 5 6 7で、すぐまたブーギーバックですから8 and 1 2 and 3ですね。そして、右の方に行きますので、4 5 6 7、そしたら、今度はブレイクですから
左に体重を置いて終わってて、ウィーですね。そして、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンですね。で、この後、ハーフ、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。というふうに、また、第1セクションに戻って、もう一回りして終わるわけですね。では、今度はこっち向きにね、やってみます。簡単に。まあね、もう今度は説明せずに通してみますね。シムシャムブレイクで、最後の、ブレイクをしたとしますね。そうすると、セーブとなります。そしたらあと1小節半ほどエンディングがありますので、歌詞にもありますようにもう1回ジャズピボットターンをしますね。ストローラーラウンドから 1,2,3,4,5,6,7,8 といきます。そしたら足をこういうふうに交差させて、あとエンディングのポーズですね。そして、まあ、正面がどこかということもありますけども、回って、そして、ね、とか、ね、とか、何かこういう決めポーズをすれば、かっこいいですね。全員、皆さんで決めて、ラインダンスですからね、少なくとも5人以上踊るとね、迫力があっていいんじゃないかと思います。それでは、頑張って、練習しましょう。以上でございます。みんなよく頑張りました。Stop.